like a Hellcat。はい、どうも皆さん、こんにちは。コタパパです。Amazon でいろいろ買い物をしまして、商品が届いていますので、そちらの、開封を、したいと思います。荷物がね、ちょっと多くてね、こんな感じなんですよ。1個、2個、3個、で、これが4個ですね。4箱あるんですけども、今日はね、この箱の方をね、開封していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。あとね、今日の動画が良かったよって方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価いただけるだけで僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい。それでは、開封していきましょう。レッツゴー。はい、見ていきましょう。こちらが、まず、一番大きい箱なんですけども、まあ、ね、何買ったんだっていうところなんですけど、ちょっと、開封しますね。はい、私が買ったのはですね、こちら、一眼レフカメラになります。キャノンから出ている、EOS キスの、X10i というモデルになります。ダブルレンズキットで購入しました。なので、標準の、レンズと、望遠用のレンズが2つついて、でなおかつ、本体ボディもついてっていうモデルなんですけど、ここもカメラ開けまずカメラですね。はい。じゃあ次なんですけども。次はこちらで。これは。はい。こちらはですね、液晶パネルを保護する保護フィルムですね。はい。はい。次いきます。サクサクいきましょう。はい、出ました。こちらはですね、マイクですね。ロードから出ているビデオマイクの、こちらを購入しました。はい、ラストですね。ラストは、まずこちらがですね、予備の電池ですね。2個くっついてるのかな。これは標準、のじゃなくて、サードパーティーで購入しました。ということで、バッテリーがありまして、こちら、SD カードですね。はい。ちょっとサイズが奮発してね、見頃になってるんです。あとね、4K 対応だったかな、これ。うん。ということで、SD カードです。カメラ用の、フィルター、プロテクターと、フードか。うん、フード。カラー、赤を購入してみました。はい。はい。こちらがね、メーカーはよくわかんないんですけど、カバンです。はい。出すものは出せたので、ちょっとね、セッティングしてみたいと思います。はい。では行きましょう。はい、ちょっと一旦出してみました。まず一つずつ中身を確認しましょう。こちらが、カメラの、取扱説明書となります。続きまして、充電チャージャーになります。これ標準です。で、バッテリーが、電池が1個ついてます。
はい、こちらが、標準のレンズになるみたいですね。ちょっと置いておきます。あともう一個これか。続きましてこちら、こちらが望遠レンズになります。キヤノンって書いてあるストラップがついています。本体ですね。本体開けてみましょう。はい、これが本体になります。キヤノンの EOS KIS X10i というのがこちらのカメラになります。はい、これがロードの、フード付きの、マイクになります。はい、こちら、こちらだと、こちらですね、2つ、レンズフードになります。で、こちらですね、赤いんですけども、これが、保護フィルターになります。これ2つ、買いました。標準用と、望遠用で。はい、とあとは、先ほど紹介したバッテリーと記録用の SD カードになります。はい、ざっとこんなところですね。それちょっと頑張って組み立ててみます。ちょっとお待ちください。はい、だいぶ時間かかりました。バッテリーがね、空っぽだったんですよ。なのでちょっと充電して、セットアップしてたんですけども、ちょっとね、いろいろめんどくそくて、でも、とりあえず使えるようになりました。まず見ていただきたいのは、本体ね、結構軽いんですよ。そんなに重くないですし、2020年の6月に発売した、今のところ新しいのかな、一番よくわかんないけど、です。で、ここにね、ロードの、ビデオマイクロが、外付けでマイクで付けました。あと付けたのがですね、まあ、このフードと、保護フィルターか、あと UV カットかな。作用してくれるんですけども、それを、間にかませてあります。で、あとはフードをつけて、で、これがのね、いいところっていうか、特徴としてですね、スマートフォンと連携ができるんですよね。で、この、今僕の iPhone で、アプリを落として立ち上げて、で、この携帯でビデオを撮ったり、写真を撮ったりっていう操作をリモートできるんですよ。これはね、Bluetooth 接続で。はい。撮影自動転送っていうものがありまして、Wi-Fi を使って、相手のデバイスに、あらかじめ設定したりするんですけども、撮影、自動転送するようになっているんですね。で、私は、メインで使ってるこちらの iPhone の XR の方に、アプリを落としてリモートとしても使えますし、この iPhone に自動で飛んでくるように設定しました。それぞれね、パソコンであったりとか、転送先っていうのは選べるようになっています。あと、今使ってるやつと、これの決定的な差が、今使ってるこの、ルミックスの G5 は、マイク端子がないんですよ。なので、本体の内蔵のマイクで、今まで収録してたんですけども、ちょっとね、粗さが目立って、てしまうので、これはいかんせんどうにかせんないといけないなというふうに悩んでる中で、それだったらね、いつのことね、ちゃんとしたものを丁寧に使って、まあ10年15年って使えるように
やっぱ新品なんでね、気持ちも嬉しいですし、うん、使っていこうかな、大切に使っていこうかなというふうに思いました。それではですね、ちょっとカメラチェンジしてみましょうか。では、一旦切りますね。ここまでが、ルミックス、ミラーレス一眼の、動画になります。はい、じゃあ切りますね。はい、というわけなんですけども、今、キヤノンのキスの方に、カメラをチェンジしました。映りはどうでしょうか？また、外部マイクの音はいかがでしょうか？お聞き苦しい点がありますでしょうか？マイクテスト、マイクテスト、マイクのテスト中です。うん。ちょっとこの辺は、編集の際にちょっと確認してみますね。また、写真ね。写真については、Wi-Fi を経由して、まあ、撮ったらそのままネット経由で落ちていくっていう形に、シャッターを切ったりとか、その辺もリモコンとして、使えるようになるんですよ。まあ、すんごいアプリだなと思った。あと、Bluetooth と Wi-Fi が繋がって、自動転送なんてすごいよね。うん。ただし、動画に関しては、マニュアルで、やるみたいですね。確かにね、動画重いからね、Wi-Fi で飛ばしてたら何時間かかるかわからないもんね。うん。その辺はね、きちんと整理されてるようです。本当はね、動画こそ飛んでほしかったんだけどね。うん。モニターね、これ、モニター見てるとね、全然ルミックスより明るいし、顔色も良くなってるし、部屋のこのね、狭い部屋の空間でもしっかり明るさが取れてるので、これはいいかもでしたなと思いましたね。もう10年、15年、もう壊れるまで使っていきたいと思います。あと、望遠レンズなんかもあるんでね、外に撮り行ったりっていうこともしてみようかななんて思ってます。ね、YouTube だけのカメラだとちょっとね、もったいないんで、違う使い方も考えてやってみようかなと思います。というわけで、開封、申し訳ない、先に謝っときます。開封シーンね、撮ろうと思ったんだけど、重いのか時間がかかって、で、なおかつバッテリーがすっからかんの状態で来たんで、まずバッテリー充電して、その後セットアップして、で、アプリ落として、こう連携させてとかやったら、2時間、2、3時間かかっちゃって。ちょっとね、間がはしょれてるんですけど、一応まあ、ルミックスの G5 はとりあえず、YouTube から、うん、この部屋の YouTube から卒業という形ですね。まあね、これはこれでまだまだ使えるマシンなので、これの、ルミックスは維持しつつ、今後はこちらの、KISS で、動画、まあ、静止画、両方ですけどもお届けしたいと思います。これは買ってよかったなと正直に思いました。というわけで今日はカメラを変えたよっていう、動画でした、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日の動画良かったよって方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、高評価いただけるだけで僕の動画作成モチベーションがパシッと上がりますので、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、というわけで新しい相棒がやってきました。これからいい動画を撮りまくりたいと思います。よろしくお願いします。引き続き応援をよろしくお願いします。はい、それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。